東京の国立競技場、それから奥寺さん、はい、やはりあの冬場にかけても芝生がグリーンであるというのはいいですね。そうですね、本当にあのヨーロッパなんかでもね、はい、冬になってもこう青い芝でねやりますから ね、いいですね、はい、絶好のコンディションです。それでは読売クラブのメンバーからご紹介をいたします。ゴールキーパーが菊池、7番が三浦、5番加藤久志、4番堀池、6番津波、23番ペリクレス・ダ・コスタ・シルバ、ブラジル出身、10番ラモス・ルイ、16番木原、11番が武田、8番戸塚、24番がおなじみ三浦和義、カズというニックネームです。左側にグリーンのユニフォームの読売クラブ、右側の白いユニフォームのヤマハ発動機、ゴールキーパーは尾崎雄志。おやというふうにね、鴨さん思われる方もいらっしゃるかとも思いますが、森下が右の人差し指の怪我、靭帯でしょうか、腱を切って手術を受けました。そのために出られません ね、もうこれを森下君はヤマハの守護神ですからね。そうですね、最初のシュート、最初にボールを手にした尾崎、この人185センチです。三重県の四日市市立工業高校出身です。3番が伊達、7番がキャプテン柳下、19番カルロス・アルベルト・ゴメスタ・コスタ、ブラジル出身、2番が石井、22番小又、14番大江の木、8番が杉本、15番が吉田、9番が中山、そして10番ジョン・パウロ・デ・リーマ・フィーリョ、ブラジル出身のプレーヤーです。さてゲーム入っての変化というのを一番出せますね。はい、まあ、トップの中心がジョン・パウロですか。あっと左にオフサイドではありません。読売いい形になりました。かわしてもう一回かわしてラストパス、これはコーナーに逃れました。あっとこれオフサイドがない。高田信弘先制の1点が決まりました。いいディフェンスの後でバックラインに穴が開きました。オフサイドではありません。一瞬ディフェンスラインがオフサイドかなということで呆然と立ちました。オフサイドではなかったですか。まあ本当に微妙なところだったですけど、やはりあのフロントランナーのトップにいる選手はですね、はい、やはりあのあまりオフサイドを怖がって、はい、前に行く出足があの鈍いとですね、やはり今のような形は作れないと思うんですね。ですからカルロス・アルベルト・ダ・シルバさんですよね。もうね、石を投げたらダ・シルバに当たるというぐらいあのダ・シルバっていうのは非常に多いですね。多いですね、はい、まあ、韓国ですとね、あの、はい、リーさんとかキンさんですね。そうですね、本当ですね。危ない、トスカボールをキープ、シュート、いかにもトスカらしいうまいプレーでした。つけている吉田、右へ振る、さらに右から上がってきたのが伊達か、ラストパス、グラウンダー、ダメです、フィニッシュができません。ここで高田さんのホイッスルが鳴りました。コニカカップチャレンジ92ファイナル、読売クラブとヤマハ発動機、前半が終わりまして1対0読売がリードしています。さてエンドが変わりまして後半に入ります。左側に白のユニフォームのヤマハ発動機、そして右サイドグリーンのシャツ、白いショーツ、1点先行している読売クラブです。攻め込みました。小さなパス交換からボールをキープ、読売クラブ。この後半の鴨さん、はい、5分間が大事ですね、はい、危ない、キーパー飛び出している、危ないぞ、ポスト、いやーオールコートでプレッシャーかけてボール取りに行って、そのボールをやはり攻めにつなげると、はい、深いところで取ってもですね、あの取り返してもなかなかチャンスになりませんから、はい、おチャンスだ、シュート、あー入った、ゴールイン、中山のボレー、見事なワントラップシュート、杉本ですね、はい、左足、見事なシュート、いや本当にオールコートでプレッシャーをかけておいて左サイドを出してセンターリン、このリッチですね、はい、これからワントラップ、杉本左足のボレー、ナイスシュート、おーというどよめきが上がりました。打ったのが良かったね、
新鋭の杉本、堀池くんが行ったんですけど、ちょっとね、そうですね、距離があったから間に合わなかったですね。これは思い、あそこを狙っていません。さあ中山かわしてラモス・ルイ、中山から江上、大江の木から、あーっと落ちました。このボール22番小畑、右へ振る中山、スライディングタックルでしたが、ただあの奥寺君さっき言ったように、ええ、あの全体に動きが少なくて、はい、詰まってしまいますね、繋いでも、はい、バントラップしてチャンスがある高田シュート、大きなため息、左側の石井君が傷んだんで、はい、急遽また違う人、これ一人少ないんです、武田シュート、ナイスキーパー大柳下、縦へフィード、オフサイドはありません、落としてチャンスだ、ワントラップシュート、15番の吉田、惜しかった、戸塚ワントラップしてラモスがずっと行った、オフサイドもない、ラモスのラモス、うわーゴールイン、ゴールイン、ラモスのゴール、決勝ゴールか、2対1、読売クラブ苦しい中からようやく1点を生みました、ラモスの個人技、ヘリクレスのファインプレー、2対1、オフサイドはなかったですか、非常に微妙でした、最後尾から飛び出していきましたラモス・ルーイ、決勝の1点、高田さんのホイッスルは鳴っていません、まあ芸術的なこれアウトサイド、これアウトサイドですよ、アウトサイドでね、はい、あすごいですね、ものすごいシュート、決勝のゴールか、2対1、第1回1990コニカカップのチャンピオンは読売クラブか、リズムを失いかけている中で高い個人技のプレーが出ました、さあヤマハ1点を追います、しかし読売バウテル、バウテルのチャンス、ここでホイッスルが鳴った、タイムアップ、コニカカップチャレンジ92サッカー選手権大会は読売クラブが見事にヤマハを2対1で勝ちまして第1回大会のチャンピオンになりました、賞金3000万円、よし、しかし奥寺さん、はい、何かアイスホッケーを見ているようでしたね、そうですね、最後の数秒で入るというんでしょうかね、びっくりしました、それと岡本さんね、はい、ちょうどあのウォーターポロのそのループシュートのようにね、はい、右足のアウトサイドのヒール部分ですか、はい、すごいシュートでしたね、ラモス・ルーイの高い個人技、2対1見事に読売クラブが勝ちました、まあ、あの後半に入ってちょっとゲームが中だるみになったんですが、最後の5分ぐらいが本当に盛り上がりましたね、そうですね、お互いがチャンスを作って、はい、本当にあの岡本さん、福田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。